ったら新しいものを作ってみよう。素材探しにいざ行かん。これとこれとこの素材でいいはず。あ、なに？これくらいなら私でも。あ、数を頼むとは邪智に長けている。これなら余裕だね。私に任せて。当たると痛いよ。奥の手使えるよ。今日の天気は雨のち隕石。行くよ。それ上出来だね。うぐぐ、勝ててよかった。大丈夫？怪我とかしてない？大丈夫です。助けていただきありがとうございました。あなたは？私はライザリンシュタート。ライザでいいよ。ライザさん。ああ、私はレスナ・シュテルネンリヒトです。さっきの爆発、それにその杖、もしかしてライザさん錬金術師だったり？そうだけど、どうして？すごい本物の錬金術師だ。どうやったら立派な錬金術師になれますか？ライザさんはどうして錬金術師になろうと？普段意識していることは？ご飯は何を？ご趣味は？ちょっと落ち着いてよ。どうしたってのよ、急に。びっくりするじゃない。すみません。実は私、錬金術師の見習いなんです。でも師匠以外の錬金術師に会ったことがなくて、だからライザさんと会ってつい興奮しちゃって。なんだ、そういうことね。っていうか、レスナも錬金術師だったんだ。はい。なのでぜひライザさんにお聞きしたいんです。どうしたらライザさんのように立派になれますか？立派なんてものじゃないけど、そうだな、よくわかんないや。私だってちょっと前までただの農家の娘だったし、錬金術だって何も知らなくて、なんてことない村でなんてことない毎日を過ごしてたんだよ。そんな日々を変えたくて錬金術と出会って、いろんなことがあって、
今の私になってるんだ。だから大丈夫だよ。レスナには私にも負けないくらいの熱意があるようだしね。はい。こんな返事でよかったのかな。他に聞きたいことはない？はい、もう一つ教えていただきたいことが。今錬金術で作った商品を売っているのですが、なかなか思うように買ってもらえなくて。どうしたら皆さんに買ってもらえるでしょうか？それはやっぱりいい商品を作ることじゃないかな。とにもかくにも練習して腕を上げなくちゃね。ですよね。近道なしですね。頑張ります。それにしてもさ、なんでこんなとこに？一人じゃ危ないよ。近くの町まで送ろうか？ああ、ちょっと今錬金術の師匠から課題を出されていまして、そこまでお世話になるわけには。あと実は幼馴染とここに来てるんです。今は別行動してますけど。そっか。気をつけてね。もし本当に危なくなったらちゃんと逃げるんだよ。はい、いろいろとありがとうございました。それじゃあまたどこかで。あ、一つだけあった。私の師匠が言ってたこと。冒険せよ。さすれば錬金術の道は開かれん。先輩だ、ライザ先輩、そう呼ばせていただこう。それにしてもこんなところで錬金術師に出会えるなんて。オートに近づいてきたからかな。これはますますオートが楽しみになってきた。早くロギーを稼がなくちゃ。ああ、そういえば素材を集めたところだったっけ。よーし、商品を作りにアトリエに行こう。